グエンタンズンは、ベトナムの政治家。ベトナム共産党政治局員、第六代ベトナム社会主義共和国首相を務めた。南部のカマウショーに生まれる。ズンの出生時、故郷はフランスを創始国とする、ベトナム国の支配下にあった。その後、ベトナム国は、ベトナム共和国にとって変わられたが、ズンは若くして、祖国統一、民族解放運動に加わっていく。 1961年、ベトナム南部解放軍に入隊。ベトナム戦争時には、南ベトナム解放民族戦線で活動した。1967年、ベトナム労働党の南部組織に入党する。1975年に、ベトナム民主共和国が、南ベトナムを倒して、ベトナム戦争が終結し、翌1976年に、 北ベトナム主導による南北ベトナムの統一が実現して、ベトナム社会主義共和国が建国されると、ズンは同国の国軍となったベトナム人民軍に参加し、1981年まで軍務に服役した。退役後、キエンザン省を中心にベトナム共産党の党務に従事し、同省の党委員会副書記まで昇進。また、同省人民委員会委員長も兼務した。 この間、1986年12月の第6回党大会で、党中央委員候補に選出されていたズンは、1991年6月、第7回党大会において、党中央委員に昇進。1994年12月、内務省次官に任命された。1996年6月の第8回党大会では、党政治局委員に選出され、 政治局常務委員に抜擢される。同年8月、党中央経済委員長を兼任。1997年9月のファンバン会内閣発足に際し、常任副首相に就任。同年12月の第8期党中央委員会第4回総会で同無追書記長が退任し、レカ・フューを公認の書記長とする新執行部が発足すると、 ずんは1998年1月、政治局常務委員を退任した。その後、同年5月から1999年12月まで、ベトナム国家銀行総裁を兼務し、金融システムの改革に尽力した。2001年4月の第9回党大会において、党政治局委員に再選され、序列第5位まで昇格。40代で、党中数に抜擢され、長らく、 看板会首相の後継者と目されていたズンは、2006年4月の第10回党大会でも、党政治局員に再選されて、序列第3位となり、同年6月27日、第11期第9回国会において首相に選出された。2007年7月、第12期第1回国会において首相に再任。2016年1月の第12回党大会においては、 当初基調の公認と目されていたが、結局は、党中央委員の候補から外されて引退することが確定した。4月6日、第13期国会第11回会議において、首相を退任した。一部報道では、親中派で、日本に対する関心は低い、あるいは、日本嫌いと伝えられていたが、2006年10月19日、日本の皇居、宮殿にて、 公式訪問中の淳首相夫妻は天皇皇后と会見。16世紀に栄えた日本人町が話題に上り、天皇が今の状況を尋ねると、淳首相は世界遺産になっています。両陛下にぜひベトナムを訪問していただき、その際に見てくださいと答えたという。また同日、安倍晋三首相との初の首脳会談を行い、2007年1月に、 日越間の経済連携協定交渉を正式にスタートさせることで合意した。ズン首相は会談で日本政府による開発援助と日本企業の投資環境整備のための支援に感謝の意を表明し、日本は ODA、貿易、投資のいずれの面でも常にベトナムの最重要パートナーだと述べている。2010年10月31日には、 ハノイで開かれたアセアン首脳会議の際にカンラオト首相と会談し、ベトナムが建設を予定しているニントアンダイ原子力発電所のうち2機の日本受中、またレアアース共同開発で合意していたが、原発建設計画は彼の退任に合わせるかのように2016年11月22日に財政難及び地元住民の反対を理由に計画中止が決定された。 2013年1月、第二次、安倍内閣発足後の発外遊で放越した、安倍晋三首相と会談した。中華人民共和国が、南シナ海で、原油採掘を強行していることについて、地域の平和への脅威と批判している。夫人のチャンタイン・キエムとの間に二男一条を設けている。長男のグエンタイン議は、法治民主建築大学副学長、建設時間を歴任。 35歳で第11期党中央委員候補に選出。彼の異例の出世は、ズン首相による身内美意気として党内外から批判されている。長女のグエンタインフォンは大手ベトキャピタル、証券共同創業者権会長。ありがとうございます。